はい、おはようございます、ブタロウです。素晴らしい鯛が入りました。すごいですね、これ東京湾の富津竹岡漁港から参りました天然の釣り物のマダイです。で、非常にいい鯛が入ったんで、今日はですねこの鯛のさばき方をご案内したいと思いますの で、この動画を見ますと鯛のさばき方できるようになると思います。ぜひ動画の方最後までご覧ください。これね、素晴らしい鯛が入ったんですけど、これ本日の朝水揚げされた鯛でございます。これね、生け締めにして買ってまいりました。まだね、身がね、ブヨブヨです。まだ塩硬直する前の鯛です。上から見てください、こう。非常に厚みありますよね。ね、鯛光もあって、すごく太ってます。この尻尾のとこ見ても。素晴らしい鯛です。ね、今日はこの鯛を、半身はお刺身にするための三枚おろしのやり方。残りの半身は塩焼きとかね、煮付けとかする用の骨がついたままの切り身。その2個の作り方をご紹介したいと思います。はい、それではね、さばいていきます。まずは鱗がすごいついているので鱗を取っていきましょう。じゃあシンクでね取っていきます。はい、で今鱗取ってきたんですけど、まだ残ってますんで包丁でね細かいところをこう取ってあげてください。切れのそばこういうところは残りがちです。はい、ちょっと一回ね洗っていきます。はい、じゃあね、おろしていきます。まずは内臓を取っていきます。まず選ぶところから包丁を入れてこれ、付け根を切ります。切ったらそのままエラを外します。これ外しましたね。この状態です。でこの状態までなったらお腹をですね半分に割ります。お腹を開いたら、ね、エラを引っ張り出してエラの先っぽを取ります。はい、そしたらここエラがくっついてるところを V の字に切ってエラと内臓をね一緒に取ります。ほら、この油が入ってる鯛ですよ。非常に多分ね油乗ってますよ、この鯛は。やばいです。で、ちょっと一回洗っていきます。はい、中の方もタワシでね、綺麗に血合いを取っていきます。はい、それではね、鯛の方3枚おろしにしていきます。まずは、頭と釜を一緒に外してしまいます。釜を持ち上げて、できるだけね、身はお刺身で食べたいのでギリギリに頭、釜と頭を落としていきます。こういう感じね。できるだけ身はこっちの身の方につけるようにして、で、骨の上まで切ります。うわ、やっぱ天然だから硬いな。はい、ここまで。さあ、今度逆側もう同じようにヒレを持って線を混ぜていきます。よいしょ。で、切ります。こんな感じ、 V の字になるよね。はい、そうしましたら鯛の方を下ろしていきます。お尻の肛門のところから尻尾に向かって線を入れます。ガイドラインですね。はい、そしたら包丁を骨に沿って入れていきます。ここまで入れます。背中の方もまずは線を入れていきます。こんな感じ。で、両方の面から入りましたんで、鯛耳を剥がしていきます。この骨はね、硬いんで、この骨はちょっと押し出すように。切ってあげると、こんな感じかな。こんな感じ。よいしょ。いい身してますね。ここら辺にね、油が非常にありますよね。これはね、いい鯛ですよ。はい、そうしましたら、こちらは切り身用、こちらはお刺身用にしていきますんで、まずね、切り身用の方を、3切れぐらいの切り身を切っていきたいと思います。まずはここにね骨、背骨出てますのでここをね切っちゃいます。落としちゃいます。
ヒレも邪魔なので、ヒレは取ってしまいます。線を入れて、取っちゃいます。カット。ヒレは取っちゃいます。はい、お腹の方も取っちゃいます。はい、こんな感じで、この身を身にしていくんですが、普通に切るとね、皮がヨレヨレってなっちゃうんで、はじめにライトラインを入れてあげてから切ってあげましょう。で、同じようにライトラインを入れてから、で、尻尾のところも、はい、こんな感じで、ね、こちらはね、塩焼きですとか煮付けですとか、まあ何でもね、切り身にして使うようにします。はい、続きましてお刺身用の下処理です。お腹のね、腹骨、これをね、取ります。骨が結構硬いので、返し包丁で一回これも外してあげます。これね、外してから、きれいに外していきましょう。腹骨はここまでしかありませんので、上に骨を感じながら取っていただいてください。背中の皮もちょっと取ります。こんな感じかな。で、これね、生け締めした跡が残ってますよね。血抜きをした後なんで、ここはね、取ってしまいます。で、お刺身にするときにはこの真ん中にね、骨がありますので、この骨は切ります。骨の横に沿って包丁を入れていきます。感じ。この辺ね、外していきます。はい、こんな感じ。はい、ということで、刺身用のね、状態、焼いて焼き霜作りにしたりとか、湯引きにして霜作りにしたりとか、ね、皮付きのまま食べる場合もありますし、皮を剥いてお刺身にする場合もあります。まあね、スーパーよく並んでる状態は皮が剥いている状態なんで、そこまでやってみたいと思います。できるだけね、まな板に平行になるようにして皮を剥いていきます。こんな感じですね。はい、ということで、タイのお刺身用と切り身、あと頭ですね、に分けることができました。お腹のね、部分も厚く取れるように、タイをおろす時のポイントをね、ご紹介させていただきました。タイの切り身、お刺身用、ぜひね、チャレンジしてみてください。ムタロでした。ありがとうございました。